すげえ嫌な顔してる。楽しい時間はすうぐに過わあ、ぎてやしらまれうものた。の。そろそろ職務に戻りま明日はしないかもしれない。潔くその命をもって罪をあがなうのです。終わった。終わったな、これは。途中のランキングで毎回1位なんだけど。暗い顔のおじさん見かけませんでしたか？誰？おじさんいっぱいいてわかんねえよ。さっき食堂の近くで見かけたんですけど逃げられちゃって。どういう関係？私の父さんなんです。名前は違うけど絶対にそう。父さんやっと見つけた。え？ どういうこと？とりあえず冷静のハーブ、冷静になって。いえいえ。なんか落とした？落としてない。あなたの働きに感謝これ、します。オレンジ色の髪の毛。オレンジ色の髪の毛だね。父さんなの？え？父さんなのか？母は明治だし、父は？はあ。はあ。なんでオレンジで出てこないや、おこ。出てこなかった。なるほどね。さっきいたよ。フェリックスどこ行ったの？そういえば。ジェラルトさんか？誰かの墓参りお、に行くと墓言って参りるね。の。大修道院に併設されてる墓地があるんだ。そこに行ったんじゃないかな。墓地の場所？どこだったっけ？足がやるから好きなの。ああ、まあ、喋り方も。確かに足はいいですけど。まあ、墓地行きますか。いた、さっきいなかったのに。お前も誘うつもりで探してたんだ誰のこっち。見つからねえから先に来てたんだ。たまにはあいつのお前の母さんの墓お。参りでもしようと思ってな。このちっぽけな墓の下にお前の母さんがマ眠ってジ？のさ。当然の疑問だよな。そのあたりの事情は話せば長くなるんだが。そういや、お前にはあいつのことをあんまり話してなかったよな。穏やかで賢くて料理も上手で誰に対しても優しい人だった。ママ？それに花が好きだった。花。俺が珍しい花を摘んで帰るとそりゃ喜んだもんだ。懐かしいな。あいつの笑顔が見れりゃ俺はそれだけで最高に幸せだった。あいつが一番の笑顔を見せてくれたのはお前が腹の中にいるって分かった時だ。おは前を産んですぐ死んじまったから一緒に過ごした時間はほんのわずかだっこたんのだ。二人血つながってなさそうなんだけどな。あいつはお前を心から愛していた。それだけは覚えておいてくれ。なるほどね。この指輪はあいつの唯一の形見だ。そのうちお前に譲ってやるさ。いつかお前にも大切な人ができたらこの指輪を送ってやるといい。よくやってくれた。ほ感謝する。いえいえ。なんかお父さん、お父さんってなんか大体ピンチになるイメージあんだよな。そういう話ないといいな。あ、終わってない、終わってない。そう、見るつもりだったんだ、これ。おー、ドゥドゥか。ちょ、別のから見ようか、先に。ドゥドゥとアネット。あ、そっか。フィリックス、話してないね。襲われた？ いや、そんなことはないですね。鍋が爆発するなんて。今の音は何なんだ。ドゥドゥ。見
ての通りだよ。何をどう間違えば鍋が爆発する。火薬入れた。目を離した隙に揚げ物のお鍋がバーンドカーン。バーンドカーン。火事にならなくてよかったけど、調理場が大変なことに。怪我は？ね、あ、ちょっとびっくりして転んじゃったけど、私はそれだけ。悔しいですね。でも本当運が良かったよね。その通りだ。ズルいいやつだよな。決して目を離すな。命にも関わる。あ、バーンして。ごめんなさい。私もう失敗しないから。手伝おう。ズルいいやつだよな。お前一人で片付けられるのか。無理だね。けど悪いよ。それはちょうど暇をしていた。それに皆が食堂に集まるまでにダメになった食事を作り直さなければ。それはつまり片付けの後にお料理まで手伝ってくれるってこと？ズルさん不服か。不服か。うん、迷惑かけてごめんね、デュデュ。アトリエシリーズ、そうなんだ。やったことないんだよな。いいですね。シルバンと、イングイッタちゃん。もう、幼なじみ感あるよね、この二人。どうしたんだ、イングリッド。ため息なんてついて、吹けるぞ。吹けるぞ。ねえ、シルバン。私はあなたの何なの？何それ。何って、幼なじみだろ。ただの。そうよね、ただの幼なじみよね。曲が好き。なるほどね。それがどうしてあなたの不始末を尻拭いして回らなきゃいけないのかしら。そんなこと誰も頼んでないけどな。ま、役割だと思って諦めてくれ。まあお似合いだけどな、この二人。なんとなく昔からこうだし、これからも続くんだろうよ。うん。これからも続くですって？あなた少しはそこを改める気はないの？委員長感あるな。出すなよお前。みんなこっち見てるぞ。8歳の頃、私のおばあ様を口説こうとしたことがあったわね。あの時は。おい、なんでまた今更そんな話を。シルバの好みってそう。いや、ちょ、待て。周りに聞こえてるぞ、おい。10歳の頃は収穫祭の余興で女装した男性を本気で口説こうとして。へえ、シルバって男まで来るんだな。待て、違う。あれは事故、痛ましい事故だったんだ。15歳の頃は確かあのグエンダル教の五足女に手を出そうとしていた。めっちゃ手出してんな。劣化のごとく怒り狂ったグエンダル教になぜか無関係の私が謝りに行ったわ。うわ、最低。はい、この話は終わり。これ以上はやめてくれ、イングリッド。やめてほしいのは私の方よ。もう勘弁してちょうだい。ここだ。わかった、そこは改めるから。ここはどうか穏便に。なるほどね。じゃあデュデュと話しに行こうかな。ほい、そこだったか今。何か用。見えてんだ後ろ。用はない。花を見に。そう、ナルセスとかあるね、花を見に。先生、暇を持て余しているなら手伝ってくれ。いや、温室の花に水をやらねばな。いや、助かる。一つだけ、そこの一角には水をやらないでくれ。ほう、何の花？それはダスカーさんの花で、乾燥の好み。水をやりすぎると
根が腐ることもある。なんか出すか、もういろいろ事情ありそうだけどな。世話が難しそうだ。そこがいい。そこがいい。なるほどね。喋れ。お前には改めて礼を言わせてほしい。はい。士官学校に入学した直後の課外活動でも、これまでの戦いでも、お前は何度も殿下を救ってくれた。いやいやいや、助かっ。感謝して。こっちが助かってますよ。当然のことだ。そうか。なんなんこの選択肢。まだ何か話か。伊藤くん猫よ。では、俺はあちらに水を撒いてくる。うん。話が弾まない。ごめんしょ。ブブいいね。あ、いたいた。あ、ここ行ってないのか。確かに行ってないわ。確かに行ってなかった。どうした、引きこもって。遭遇したくないのかな。お、あ、遭遇したくないんだ。お前、俺によく似た男を見たか。中年のそれなりに背の高い。反抗期かな。見た。この後、もしも奴を見かけたら、俺は。あ、まあ、出かけたとは言ったけど。いいな。あ、お茶会して、また。そんな。二回忘れがちだね。弾まないと言いながら、この先生、自分から一切話していないのだ。確かに。お、よかった。あいつなんだったっけな、フェルディナンと馬の世話してるやつかもしれんな。落とし物。クロードさんもいたよね、ここ。挨拶したい。なんもないですね。ねえ、なんだよ、陰キャ。あなたの活躍陰キャじゃないか。聞きました。いや、陰キャだな。僕はレア様のことばかりで。他には何も考えられなかったのに、実はすごい人だったんですね。なんだこいつ、先生。こいつ好きじゃないわ。こいつ好きじゃないわ。生意気だわ。先生、天帝の剣を使えたんだってな。せやで。それってつまりどういう。最強なんやで。まさかあんた解放王ネメシスの子孫って言うんじゃないだろうな。それは知らん。ママンが、あれなんだろうね。特別ななんかなんだろうね。素直じゃんか。いや、あいつは好きじゃねえ。レアに思い出のあるもの。セテスか？先生。セテスかな？あ、なんかセテスが話したがってそうだった。もうやること尽きないんだけど、このゲーム。何なんだ。はい。天帝の剣の管理に問題はないだろう。大丈夫です。どこかに置き忘れるなど持ってなかっただぞ。問題ない。次の続討伐では、その剣の力が必要だ。使わなきゃいけないのかな。無事に解決してくれることを期待。どれだっけ、これかな。これがどう違うんか。レア様好きな人誰だろう。あ、あいつじゃん。あいつじゃん。さっきのやつじゃん。これがこれが違うかな。なんかこれがこれが記憶が記憶が、あのガキじゃん。ガキンチョ、おいガキンチョ。
レア様信者。いや、なんだかんだフェリックス好きなんだよな、今のところ。あなたの僕は実はフェリックス面白くない？僕は実は。誰だ？これかな。それ僕。はいはい。落とすなよもう。いや、そんなもんですかね。うん、こんなもんですかね。大体見たでしょ。誰だろうって言ったとき、みんな、ええって思ってた。スリルかカトリーヌ姉さん。ああ、確かに。カトリーヌ姉さんも、部屋様、信者だもんね。よし。今日はこんなもんですかね。先生。おう。いいんじゃない？いいんじゃない？残念ぞ。え、いいよ。どうしたの？あらあら。あらあら。こんばんは、先生。こんばんは。もしかして、お仕事の帰りかしら？あらあら。そうだ。こんなに遅くまで、お疲れ様です。先生のおかげで、私、毎日充実してるわ。かわいい。あんまり頑張って体を壊しちゃダメよ。先生ったら無理してそうで心配だわ。いいっすね。たまには私や他の人を頼ったって、あらあら、女神様は罰なんて当てたりしない。違う、あらあらですね。他特化でいいと思ってるけどな。他の使わなそうだし。そうは言っても、あのね、先生、ちょっと嫌なことを言っちゃうかもしれないけれど、うん、実を言うと、先生に初めて会った時、私ちょっと不安だったのよ。まあ、コミュ障だしな。まあでもあれかな、いろんなのをあげることでいろんな職業になれるとか、そういうやつもある気はするよね。わかんないけど、それがメリットなのかなって思う。わかんないけど。心外だ。なぜ？だって、あなたって先生にしては、ちょっと若すぎるくらいでしょ。確かに。だけど、そうとは思えないくらい。あなたってしっかりしてるし。めっちゃ褒めるやん。強くてかっこよくて、私たちのこともちゃんと面倒見てくれてるじゃん。そうです。だけどね、だからこそどこかで無理でもしてるんじゃないかな。いや、してください。多少の無理は仕方ないにしたら、なんかいい流れになりそう。先生がそう言うならいいけれど、やっぱりたまにはお休みも必要よ。疲れているとつまらない失敗もしちゃうし。めっちゃ良くないですか、この子。私なんかは疲れていなくても失敗ばっかりだけどね。いいですね。訓練の日にちを間違えたり、物をなくすなんてしょっちゅうね。ははフェリックス二回死んだけどな。まあまあまあ、あれ脳幹だから。この間なんて、制服を着るのを忘れたまま、訓練に出ようとして、あの時は、本当に恥ずかしかったわ。私ったら、あらあら。本当にゆっくりしてて。あらあら。とにかく、私は、無茶はダメよって言いたかったの。はーい。たとえ体を壊すくらい無茶をしたって、なるようにしかならないんだから。お、そうだ、先生、何か困ってることはないかしら。困ってることか、なんだろう。私でよければ何でも手伝う。何でも？今何でもって、ちょっと怖い。助かるんですとこ。
何でも頼んで、何でも、今何でもって、困ったことがあったらいつでも何でも言ってくださいね。何でも何でもとな、めっちゃ上がったやん。たったったった。ん？ああ、はいはいはい。うまくやれそうだ。あ、なんか仲良くなってんな。二人で頑張りましょう。早くペガサスナイトみたいなのにしたいな、イングリッドちゃん。レベル上げねえとだわ。バブー。以前よりうまくやれるだろう。生きてんな。よし、じゃあこんなもんですかね、今日は。